ねえねえお父さん、今日の動画は新しいプレゼントコードについてなんだよね。そうなんだけど、その喋り方は一体何なのかな。どうもゲームイズの山田です。ということで、プレゼントコードと言われるものがなんとポケモン GO で実装になりました。ただしこれまだ使える機能じゃないんですね。ということで今回それを紹介をしていこうと思います。すでにゲームイズで記事ができてました。プレゼントコード機能が実装、交換できるアイテムも判明。これ上から追っていきましょう。ショップ画面でプレゼント機能が追加。最新のアップデートにてショップ画面にプレゼントコード入力欄が新たに追加された。この機能を利用することでゲーム内アイテムなどと交換が可能になるようだと。こちらナイアンティックさんの公式サイトですね、海外の方ではすでにこれが載っているそうです。でこれなんですけど、 Android だけなんですね。 Android 版のみ先行実装。これ iOS はまだ、だから iPhone、 僕も iPhone なんですよこれね。はい、 iPhone の人はまだ入ってません。使用の手順なんですけれども、マップビューでメインメニューボタンをタップ、ショップボタンをタップ、あそこですね、モンスターボールのマークあるじゃないですか。あれをピッと触るとシュピンってこう縦横にピンって出てくるやつ、あれのショップトゥルリンって押すと、まあ、中にあるよと。そのコードのところに何を入れるのかっていうのは、これがすいません、まだわからないかなと。まあ、原作のポケモン、つまりその、いわゆるその DS とか、そのさらに昔の方の、ゲームボーイとかアドバンスとか、そういった時のポケモンって、その映画との連動企画でその配布されるポケモンとかがあったんですよ。で、それをコードで打ち込むみたいなやつがあったんですが、まあ、それなんじゃないかなと思いつつも、iOS っていうのは、そのシリアルコードの入力っていうのができないらしいんですよ。となるとAndroid と iOS でその両方で実装できないものをシリアルコードやるのかな、どうなんだろうみたいな、そういう疑問点は残ります。でだからまだ Android だけしかそのコード入力の場所がないのかもしれませんが、まあ何はともあれ公式さんがその映画とかいろんなもので特典配布っていうのをするための準備をまあすでに始めたと、そういうふうに思っておいてください。そして交換できるものなんですが、モンスターボール、ルアーモジュール、幸せ卵、これは現時点で用意されているということが分かりました。ただまあこの辺ってね、普通のアイテムなんで、こう特別なアイテム欲しいですよね。ね、まあ例えばその色が違う、それこそ金コインみたいな感じ、色違いの何々とか、そういうのが手に入ったらいいな。なんだったら伝説とかもね、一匹ぐらいこれで配布してくれたっていいんじゃないの、なんて、ね、個人的には思ったりするのですが。新アイテムの追加、まだ登場していないアイテムがコード入力で手に入るようになるかもしれませんと。そんな感じでございます。はい、ということで今回は、プレゼントコードという新しいシステムを、ちょろっと解説させていただきました。中身がもっと分かってきたりとか、その状況が動いたらまた動画で紹介しようと思います。最近さ、この帽子、2個ぐらい前の動画からさ、被るようになったんですけど、どう？実際問題。すごいぶっちゃけると、僕いろんな髪の色をね、してきたりとか、あと髪型とかも結構ボサボサだったりする時もあるんですよ。痛みまくってね。それをこう、隠せるなと。いろんな色になっても、こう、キャラのイメージがこれだったら保てるんじゃないか、みたいなことを、ちょっと思いまして、思ったんだよ。思ったの。だから、ちょっとやってみてます。まあ、メガネと昔は金髪だったけど、まあ、メガネと帽子、まあ、これはピカチュウですけど、なんか他の帽子にしてもいいしね。はい。みたいな、ちょっと雑談でした。イェイイェイ